6時。おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。今日はとても憂鬱な朝です。日頃の激務がたたって、気力、体力ともにカスカスです。ベッドから起き上がる気力すらないので、寝転びながらスマホでメールを確認します。奇跡的に今日はまだメールは来ていません。ベッドから起き上がることができません。部屋の重力が10倍になっています。虚無の時間が流れます。しばらく真っ白な天井を眺めます。心は無です。7時。そろそろ仕事をしないといけません。重たい体を起こしてデスクに向かいます。今日する仕事が山ほどあります。7時30分。何か胃に入れておかないと、どんどん体が弱るので、プロテインを作ります。さらに、イヌリンという食物繊維を混ぜます。これで、胃腸にも優しくなります。ストロベリークリーム味のプロテインに、牛乳を混ぜていきます。この組み合わせにすると、マックシェイクのような味になります。プロテインをともに仕事を進めます。でも、仕事に全く身が入りません。頭にもやがかかっているような状態で、何も考える気が起きません。部屋が冷え込むので、暖房をつけます。最近、暖房が独房に見えるようになってきました。アイデアを考えれば考えるほど、思考は深くなっていきます。ですが、思考が深まれば深まるほど、思い悩んでしまい、ネガティブ思考に陥ります。10時、そして、本日1件目のビデオ会議が始まります。長い長いビデオ会議によって時間を消耗し、精神も蝕まれていきます。打ち合わせの内容も全く頭に入ってきません。ほぼうつ状態になると考える力を奪われてしまいます。13時。ビデオ会議を終えました。3時間もかかりました。すぐさま2件目のビデオ会議が始まります。ビデオ会議だらけで作業が全くはかどりません。15時。ビデオ会議を終えました。もうこんな時間です。体は枯渇しきっていますが、力をひねり出して仕事を進めます。無駄な会議で時間を浪費したときは、焦燥感を感じてしまいます。15時25分。心が疲弊しきっていて、作業がはかどりません。何も考えたくないです。そして僕は考えることをやめました。少し横になります。ほんの少しだけです。
憂鬱な日は脳にエンジンがかかるまで横になったりします。今日はしばらくエンストです。天井を眺めながら心を無にします。来る日も来る日も企業の課題解決のために考えています。でも自分自身がこんなに課題を抱えているのに、なぜ企業の課題解決をしているんだろうと思ってしまいます。もっと金銭的にも時間的にもゆとりがないと、人様の課題を解決しようとは到底思えないです。17時、そろそろやばいので仕事を再開します。精神を病むと、すべてのことを後回しにしがちです。仕事だけでなく、食事や家事など、身の回りのことも放置してしまいます。今日は朝から何も食べれていません。20時、作業を進めていると、一件のメールが届きました。急遽、ビデオ会議が21時から設定されます。イレギュラーな会議が入ることで、自分の生活リズムが壊滅的になります。生活リズムが崩れることは、精神の崩壊を意味します。僕の心はバラバラに崩れています。21時、緊急のビデオ会議が始まります。プレゼンが近いときは、業務時間関係なくビデオ会議をすることが多いです。この働き方が当たり前になっているので、定時以降のビデオ会議に疑問を抱く人は誰一人としていません。23時、ようやく会議を終えました。ビデオ会議中に代理店から電話が来ていました。ですが、今日中にしなければいけない別の仕事があるので、明日折り返そうと思います。と思いましたが、鬼電が来たので出ることにします。嘘か本当かはわかりませんが、こちらも緊急のようです。代理店から依頼があった作業を優先して進めます。24時、仕事はまだ終わりませんが、一旦ご飯にします。でも、食欲は全くありません。今日のご飯はちりめんじゃこです。つまみながら作業をします。山椒が効いていて美味しいです。ただこんな食事ではズタボロのメンタルは回復しません。24時30分、代理店から最速の電話が来ました。みんな心に余裕がなく、切羽詰まっています。時間の概念がないので、時間切れになるということはありません。意地でも終わらせないと、休息は訪れません。25時、このくらいの時間から、生きてるのが辛いと、独り言を言うようになります。疲労、眠気、焦りが入り混じり、どんどん辛さが増していきます。25時45分、なんとか作業を終わらせました。
メールでデザインを送ります。これで無事に終わることを願います。26時。次の仕事がありますが、気力がほぼ底をつきかけています。しばらく天井を眺めながら、虚無の時間が流れます。誰かの苦しみの上に成り立つ仕事なんて、やる価値があるのだろうかと思います。26時15分。15分ほど抜け殻になった後に、作業を再開します。明日午前に提出の案件があります。なんとか終わらせたいです。27時。もう今日は限界です。体が衰弱しきっていて、力が入りません。3割くらいしかデザインができていませんが、早めに横になろうと思います。明日の自分に託します。今日は早めにベッドに向かいます。横になっても焦りを感じてしまい、なかなか心が休まりません。明日はまともに時間が取れるのかすらわかりません。大量のメール、電話、ビデオ会議、ありとあらゆるものに時間を奪われ、仕事を進めることが困難になります。このまま寝落ちしてしまいそうです。シャワーを浴びる気力もなく、歯を磨くこともできません。脳が動くことを拒否しています。ベッドに体が張り付いていて、手足も鉛のように重たいです。瞬きをすることすら億劫に感じます。27時30分。じわじわと意識を失っていくかのように眠りにつきました。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。